さん。公明党の佐々木さやかでございます。4月半ば以降、65歳以上の高齢者、基礎疾患のある方々へのワクチン接種が順次開始する予定となっております。対象者の中には障害のある方もいらっしゃいますので、そうした方々への配慮が必要であります。視覚障害のある方々からは、市区町村から送付される接種券と案内が入った封筒に点字をつけてもらいたいという要望をいただいております。ワクチン接種に関する情報提供や、市区町村からの接種券の送付、また接種の予約などにおいて必要な配慮がなされるようにしていただけないでしょうか。河野国務大臣。さまざま視覚障害、聴覚障害の方がこのワクチンに関する情報を正確に受け取れる、またワクチン接種を円滑に受けることができるようにするのは非常に大事なことでございますので、国の方からもさまざまな配慮をしていただくよう自治体にお願いをしているところでございます。また自治体がそのために行うさまざまなことにつきましての費用は、これは全額国が負担をするということを明確にしておりますので、自治体には積極的な対応をお願いしたいというふうに思っているところでございます。佐々木さやかさん。先ほど私が申し上げた、例えば接種券の送付の場合にですね、封筒に点字をつけてほしい、こうした配慮もぜひ現場で行われるようにお願いを、国からも後押しをお願いしたいと思います。またマスクを先ほどもありましたが着用することが難しいので、接種会場で感染してしまわないか、マスクを着用していないことで周囲からの厳しい目に耐えられない、会場でおとなしく並んで待てるかわからない、こういった不安の声もいただいております。そして普段お願いしている介助者の方に付き添ってもらえるだろうか、そうでないとすればきちんと必要な支援をしてもらえるのかという心配の声もいただいております。集団接種の大型の会場で障害者への必要な配慮支援がなされるようにするとともに、かかりつけ医や在宅などでの個別接種が選択できるようにもすべきだと思います。いかがでしょうか。河野国務大臣。接種会場におけるコミュニケーションボードですとか音声による案内、あるいは会場の方に一緒に行っていただくことなどを可能にできるように、さまざま自治体にはご努力をお願いをしたいと思いますし、かかりつけ医での個別の接種というのも可能でございます。さまざまな配慮をして、障害を持っている方に円滑にワクチン接種を受けていただくように、国の方からも自治体の方にさまざまお願いをしていきたいと思っております。佐々木さやかさん。どうぞよろしくお願いいたします。例えば視覚聴覚の両方にですね、障害のある盲ろう者の方、接種をするために外出する際にも通訳介助の方が必要であります。そして触手話といって手で触る手話を行いますので、接触を避けたりとか距離を取るということも難しい、こういった事情もあるわけであります。このような場合にどういう感染予防を取ればいいのか、市区町村等でマニュアルを作るのはなかなか困難でありますので、国の方でしっかりとどのような感染予防対策が必要かなど示していただきたいと思います。河野大臣。山本厚生労働副大臣。佐々木委員にお答え申し上げたいと思います。盲ろう者通訳介助員は盲ろう者やその家族の生活を支える上で欠かせないものでございまして、感染防止対策を前提とした継続的なサービスの提供が重要でございます。厚労省では障害者の方に対するサービス提供にあたりまして、感染防止に関する具体的な留意点を周知の上で、感染予防拡大防止対策のマニュアル等の作成やオンライン研修の実施等を行っておりまして、盲ろう者通訳介助員の方につきましても、これらに基づきまして感染防止対策の徹底が行われるようにお願いしているところでございます。
委員ご指摘の盲ろう者の方に対しましてのワクチン接種に際しましても適切な支援ができるように昨日付で事務連絡を発出をいたしました。都道府県に対しまして地域生活支援事業を活用して接種時における盲ろう者の通訳や会場支援を含む意思疎通支援を行う者の派遣を行うことをお願いしたところでございまして、引き続き関係団体とも連携しながら盲ろう者の支援に努めてまいります。佐々木さやかさん、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いをいたします。重症心身障害児者など基礎疾患のある方々は副反応についても大変心配をしていらっしゃいますので、接種前後の丁寧な情報発信、こういったことをお願いしたいと思います。次に少年法についてお伺いをいたします。少年法の改正案が閣議決定されました。民法の18歳成人が来年4月からスタートをするということを念頭に18歳19歳の少年の取り扱いを改正するものと承知をしております。公明党は少年の可塑性の観点から18歳19歳について引き続き成人とは異なる健全育成矯正のための手続きを設けるべきと主張してまいりました。少年の可塑性といいますのは、少年はまだ人格も未熟であり固まっていないので、事件を起こしたような少年であっても適切な教育また環境調整を行えば生まれ変わりやり直すことができるという少年法の理念のことでございます。18歳19歳について今回どのような改正がなされるのか、引き続き火災全件装置がされ審判手続きも行われると、このようにした趣旨について法務大臣に伺います。上川陽子法務大臣。お答えをいたします。今国会に提出いたしました少年法等の一部を改正する法律案は18歳および19歳のものを少年法の適用対象としつつ、特定少年と略称してその取り扱いについての特例等を整備するものでございます。少年法におきましては家庭裁判所へのいわゆる全件送致の仕組みは18歳および19歳のものを含む少年の再移行の防止やまた立ち直りに重要な機能を果たしてきたものと認識をしております。18歳以上の少年は選挙権を認められ、民法上の成年となる一方、成長途上にあり、ご指摘いただきました可塑性を有するということから、その改善構成再犯防止を図るため、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することが刑事政策的観点から合理性を有するものと考えております。そこで法律案では18歳以上の少年につき従前と同様家庭裁判所への全件送致の仕組みを維持するものとしたところでございます。その上で本法律案では18歳以上の特定少年につきましては次のような特例を整備することとしております。いわゆる原則逆送事件に死刑無期および短期1年以上の懲役禁錮にあたる罪の事件を追加したこと、また家庭裁判所の保護処分は犯した罪に対応する責任に見合った限度でを超えない範囲内で行い、具犯は対象から除外をすること、また公判請求された場合にはいわゆる垂直報道の禁止を解除することなどでございます。佐々木さやかさん。少年法では家庭裁判所が関与いたしまして事件に至った原因や背景なども詳しく調査をし、どのような処分がその少年の更生に必要かという観点で手続きがなされます。単に刑罰を科すだけよりも丁寧な手続きを取ることで若年者の再犯を防止し新たな被害者を生まないということであると思います。実際刑法犯全体の再犯者率よりも少年の再犯率は低くなっております。現行下でのこの制度が一定の成果を上げているということではないかなと思っております。今大臣からもありましたとおり18歳以上の特定少年は具犯という処分の対象からは外れることとなりました。
これは犯罪行為に及ぶ手前で、その恐れのある少年に必要な教育、環境調整などを行うことで、犯罪に至るのを防ぐという意味もありました。ですので、これによって非行が増えるようなことは、決してあってはならないというふうに思います。行政としては、18歳、19歳は成人であっても若年であり、社会として見守り育てるべき存在ということを前提に、18歳、19歳を含む少年が非行に至ることを防止するための保護、支援、これを一層推進していただきたいと思います。いかがでしょうか。坂本国務大臣。次の世代を担います青少年の育成は国民全体にとって課せられた大きな責務でございます。特定少年も含めた少年が非行に陥ることを防ぐことは重要な課題の一つというふうに認識しております。非行防止におきましては、家庭、学校、地域の緊密な連携のもと、国、地方公共団体、関係団体等がそれぞれに役割と責任を果たしながら、相互に協力しながら一体となった取り組みを進めることが必要であると思います。今月末を目途に第3次になりますけれども、子ども若者育成支援推進大綱を策定することとしております。今般の少年法改正も踏まえながら、関係省庁の緊密な連携の下で、関係機関が一体となって引き続き少年の非行防止のための取り組みを進めてまいりたいと思っております。佐々木さやかさん。非行防止、強制社会復帰のためには、高卒程度の資格、また学力を身につけることも重要であります。文部科学省といたしまして、ぜひ法務省とも連携し、非行防止などの観点からも、高卒中退者、若年無業者などへの学習相談、学習支援、この取り組みを一層推進していただけないでしょうか。萩生田光一文部科学大臣。就職やキャリアアップにおいて不利な立場にある高校中退者等に対して、高等教育機関への進学や社会的自立に向けて、高卒資格取得のための切れ目のない支援体制を構築することが重要です。文科省では広く高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身につけることができるよう、学びを通じたステップアップ支援促進事業を推進しており、都道府県等において高校や地域若者サポートステーション等の関係機関と連携して学習相談や学習支援及び就労支援を行っているところです。委員ご指摘のとおり、特定少年を含む若年者につきましても引き続き学習支援の対象としてしっかりと位置づけていくことが重要です。今後とも法務省と連携しながら、非行した特定少年等に対する支援や先進的取り組みの情報共有を進めながら、地域の多様な機関と連携した学びの機会の一層の充実に努めてまいりたいと思います。佐々木さやかさん。どうぞよろしくお願いいたします。次に不育症について伺います。不育症について、今回初めて国による助成制度が創設をされました。公明党は長年不育症への支援に取り組んでまいりました。不育症というのは、妊娠は成立するものの、2回以上の流産、死産、早期新生児死亡によって赤ちゃんを授かれない場合を指します。子どもを得られないという点では不妊症と同様でありますし、不妊治療と同じく経済的また精神的負担、いずれも大きいものとなります。昨年11月、公明党の不妊治療と支援推進プロジェクトチームから総理に対しまして、国による助成制度の創設を提言させていただきました。そして今回、不育症の検査について1回あたり5万円を上限に支給をするという制度を創設するという方向になったことについて、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。質問といたしましては、不育症の治療と仕事の両立について伺いたいと思います。この不育症ということ、まだあまり広く知られておりませんので、治療と仕事の両立について、職場の理解をなかなか得られない場合が多いことが現状になっております。通院や、そして安静にするために休暇を取る、こういったことをすると、例えば勤務態度が悪いというふうに評価をされたり、心ない言葉を言われたりする。
また1ヶ月入院する必要があったため両立が難しく実際に転職をすることになったという方もいらっしゃいます。そして流産や死産で筆舌に尽くしがたい精神的身体的ダメージを受けても休むことができない、無理をして仕事に行かなければならないという悲痛な声もいただいているところでございます。しかし事業主は妊産婦に対して母性健康管理措置を講じ、不育症についても必要な休暇休業などについて配慮をしなければならないことになっております。ところが患者ご本人もそのような制度で守られるということを知らない状況にあるため、不育症患者について適切な母性健康管理措置とか取られるようにきちんと当事者にも分かりやすく支援策について情報発信をしていただけないでしょうか。田村厚労大臣。おっしゃられます通りですね、妊娠中の女性、また産後1年以内の女性、労働者ですね、不育症の方々もそうであります。男女雇用機会均等法にのっとってですね、事業主はですね、例えば健康監査でありますとか保健指導、こういうものでですね、必要な時間、これ確保しなきゃいけないわけでありまして、不育症の場合はですね、特にその、健康監査もですね、回数が多いということもございます。そういう意味では必要なものをしっかりと確保、事業主はしなければならない。一方でまた医師等々がですね、その労働時間の短縮でありますとか休業、こういうものに対して指導した場合にはですね、その指導の内容、これを確認した上でですね、しっかり対応していかなきゃならないということになっております。で、再労働基準法でですね、不育症の方々も妊娠4ヶ月以降にですね、流産死産の場合、これは産後休業の対象になってまいりますので、こういうものをしっかり対応しなきゃならんということでありますが、なかなかこれが事業主も医師も場合によってはその対象の方々もですね、知らないということがございます。ホームページやリーフレットやいろんな形通じてですね、しっかりとそれぞれの関係者の方々にこういうものを伝えられるよう我々努力してまいりますし、さらにそれによってですね、しっかり働きながらこの不育症というものを治療していただけるようなそんな環境を整えられるように、今ちょうど今総理に対していろんなご要望を出されて一つ一つそれが実現しつつあるわけでありますけれども、これからも我々しっかり努力いたしまして、不育症の方々もですね、安心して働ける環境、そして治療いただける環境、これを作ってまいりたいというふうに考えております。佐々木さやかさん。ありがとうございます。ぜひですね、この不育症と治療、不育症の治療と仕事の両立について、当事者からヒアリングを行うなど実態を把握していただいてですね、そして、この両立支援が進むように実効性のある対策を講じていただきたいと思うんですが、大臣、重ねていかがでしょうか。田村厚労大臣。いろんな方々からですね、ヒアリングもさせていただきたいと思いますし、合わせてこれいろいろと官邸の方でもですね、酒井さん中心にいろいろ動いていただいているようでございます。我々ですね、これに対しての例えばハラスメントでありますとか、それから不利益扱い、こういうものもですね、非常にですね、危惧をいたしております。こういうものもし分かればですね、こういうものに対してしっかりと助言指導、場合によっては勧告公表までございますので、対応していかなきゃならんというふうに思っております。安心して働けるような環境、関係者の方々のいろんなご意見もいただきながらですね、環境整備に努めてまいりたいというふうに考えております。佐々木さやかさん。どうぞよろしくお願いいたします。不育症についてはまだ専門的に相談できる病院も少ない状況です。また治療についての調査研究もあまり進んでいない部分があると聞いております。不育症へのさらなる保険適用や支援を実現していくためにも、不育症の調査研究を進めるとともに、全国でより質の高い検査治療が受けられるよう、総理にぜひ国として取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。菅内閣総理大臣。政府として不育症について将来的にさまざまな議論を行うために必要なエビデンスを収集する観点からも、治療法となどの研究を進めるとともに、来年度から患者の経済負担軽減の観点から最大5万円の検査費用の助成を行うことにしております。また自治体とも連携をしながら、
不育症の方々の悩みや不安に対する支援相談、相談支援、これも行っており、引き続き不育症の方々の気持ちにしっかり寄り添いながら支援を充実をさせていきたいと思います。佐々木さやかさん、ぜひ引き続き当事者のですね、声を聞きながら取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。続きまして、男性の育児休業取得について質問をしたいと思います。公明党は男性の育児休業取得を推進をするとともに、特に大変な新生児期の家事育児に男性が参加ができるように男性版の産休制度、この創設を提言をしてまいりました。今特に大変な新生児期の育児というふうに申し上げましたが、おそらくご存じないというか、イメージすることが難しいかなと思いましたので、今日はですね、資料を準備いたしました。ぜひお手元の資料をご覧いただければと思います。これはある新生児の一日の生活状況について記載をしたものであります。左側に並んでいる数字は時刻であります。この日は0時、これは夜中の午前0時でありますけれども、0時に起きて、そして5分後におむつ替えをして、0時10分には授乳をして、そして0時25分に寝ると、そして2時5分にまた起きて授乳をしておむつ替えをして、2時20分には寝る、そして3時5分にまた起きて授乳をしておむつ替えをして、3時25分に寝ると、こういったことがずっと1日繰り返されるということであります。この起きると書いてある隣に、右側に括弧書きで書いてある1時間40分、0時間45分というような数字は、これは赤ちゃんが寝た時間であります。これを見ていただければ分かるように、今新生児期の赤ちゃんというのは短い時間寝てまた起きて、それを繰り返すというのが生活なわけであります。赤ちゃんが起きている時間は当然お母さんはそのお世話をしなければなりませんので、この短い赤ちゃんの睡眠時間のうちに休憩を取るとすれば取るわけですけれども、45分間寝ていてもですね、その間に、赤ちゃんが寝てる間にといっても、お母さんがその短い時間寝るというのはなかなか難しいですので、おそらくこの日、この赤ちゃんのお世話をしているお母さんは、ずっと一日中なかなか寝れなくて、そして最後、夜21時にですね、赤ちゃんが2時間20分寝たときに、パタッと少し仮眠を取るようなことができたかどうかかなというふうに思います。このようにですね、大変新生児期の育児というのは過酷と言ってもいいかもしれませんが、今回政府は子どもの誕生から8週以内に2回に分けて取得できる出生時育児休業、いわば男性版産休と言ってもいいかもしれませんが、これを新設する育児介護休業法などの改正案を閣議決定いたしました。産後8週という育児の中でも最も大変な時期にですね、この男性版産休制度を創設していただくというのはいいと思いますけれども、私がちょっと懸念をしているのは、この制度においては一定の就労を可能とすることができるということであります。もちろんいろいろなですね、ご家庭がありますので、その選択肢を増やしていろんな方に積極的に取っていただくというのは重要だと思いますけれども、ご覧いただいたように、もうこの時期は不眠不休で赤ちゃんのお世話、これにさらに家事、他の上の子のお世話と、いくら手があっても足りない状況ですので、くれぐれもですね、在宅勤務を事実上強いられるようなことによって家事育児に参加できなかった、こんなことがないようにしていただきたいというふうに思っております。2019年度の男性の育児休業取得率は 7.48% ということで、過去最高となっておりますけれども、政府としての目標にはなかなか届かない状況にあります。総理にはですね、ぜひこの男性版の産休制度を含め、男性の育児休業の取得率向上について取り組んでいただきたいと思います。総理のご決意を伺います。菅内閣総理大臣。出産育児の負担がこれまでに女性に偏ってきた中で、男性が育児をするという
当たり前のことを実現しなければならない、このように考えています。男性が育児休業を取得 しない理由としては、職場が育児休業を取りづらい雰囲気であることや、業務の都合により取れないなどが挙げられております。育休の取得促進のためには、取得しやすい職場環境を整備していく、このことが必要だと思っています。私に官房長官時代に、男性国家公務員には1ヶ月以上の育休取得を求めることで、取得の促進を強力に進めてきました。今後は民間企業においても取得が進むように、この出生直後の時期について、現行制度よりも柔軟で取得しやすい制度の創設、育児休業を取得しやすい現場環境の整備の義務付け、こうしたことを内容とする改正法案を今国会に提出したところであります。男性が希望に応じて1ヶ月以上の休業を取得をすることができるようにしてまいりたいと思います。佐々木さやかさん、ぜひ子育て中のお母さん、またお父さん方に総理からもエールを送っていただければと、こういう気持ちでございます。3月1日から8日は女性の健康週間であります。今世界各国で女性の月経に関する生理の貧困という問題について動きがございます。生理の貧困とは、生理用品を買うお金がない、また利用できない環境にあることを指し、発展途上国のみならず、格差が広がっている先進国でも問題になっております。例えばイギリスでは、2020年から全国の小学校、中学校、高校で生理用品が無償で提供されており、フランス、ニュージーランド、また韓国などにおきましても同様の動きとなっております。この問題は日本でも無関係ではございませんで、日本の任意団体が行ったオンラインアンケート調査によりますと、日本でも5人に1人の若者が金銭的理由で生理用品を買うのに苦労したと、こうした結果が出ております。また個別の事案といたしましても、貧困の中で購入ができない、またネグレクトなどによって親から生理用品を買ってもらえない、こういう子どもたちがいるということも聞いているところでございます。日本においても、この生理の貧困の問題について、女性や子どもの貧困、児童虐待などの観点から実態を把握し、学校での無償配布など必要な対策を検討していただきたいと思います。いかがでしょうか。丸川珠代国務大臣。経済的な理由で生理用品を購入できない女性や子どもがいるという生理の貧困の問題に対応するため、海外では生理用品の無料配布などが行われているということを伺っております。我が国でもコロナの感染拡大によって女性が特に大きな影響を受けているということも踏まえ、文部科学省、また厚生労働省ともなど環境省庁とも連携をしながら、今後何ができるかということを検討してまいりたいと思います。佐々木さやかさん。日本において遅れを取ってはならない問題だと思います。ぜひよろしくお願いいたします。最後に、視覚障害者の方のですね、母子手帳についてお聞きをしたいと思いましたけれども、質問の時間が参りましたので、お願いだけ申し上げたいと思います。視覚障害者の方が音声認識ソフトでですね、使いやすいように、ぜひ厚生労働省のホームページに掲載されています母子手帳のデータ、これ PDF ですので、テキストデータにしていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひご対応をよろしくお願いいたします。以上で終わります。